今回は 3D プリント時個人的によく使うインフィル設定を解説してみようと思うのだ。左上からプルサを進め、ジャイロイド、最軽量のライトニング、立方、直線的、グリッド。よく使うのは4種類だけど5つあるのは比較しないと分かりづらいからなのだ。難しいことは考えずにとりあえずジャイロイドにしておけば大丈夫。波状にプリントしていくことでどの方向からの力にも強いのが特徴。形状としては複雑なため他のインフィルより少し処理に時間がかかることがあるのだ。細かい部屋には分けられておらずインフィルの隙間はつながっているのだ。次はライトニング、テストプリントや強度が不要の場合にトップソリッドレイヤーを支えるだけのインフィル。ご覧のようにスッカスカなのだ。立方、日本モカでちょっと分かりにくいけどキュービックなのだ。ひし形の小部屋をたくさん作るイメージで丈夫な上単純な形なのでスライスやプリントが早いのだ。キュービックにはバリエーションがあるので後ほど説明するのだ。グリッド、こちらは次の直線的との比較用。一層ごとに全てのインフィルをプリントするためそこそこ頑丈でプリントも早いのだ。隔壁で分けられてしっかりしているのだ。直線的、グリッドと似てるけど一層ごとに一方向にしかプリントしない。そのためグリッドと同じ重量でもトップソリッドを支える線の数が2倍になるのだ。インフィルを少なくするとトップソリッドが荒れがちだけどこの直線的にすることであれピローイングが回避しやすくなるのだ。その代わり縦に隙間ができるので上下方向の強度は少し落ちるのだ。ということで使い分けとしては普段はジャイロイド、大きいものやスピードを出したいし強度も欲しい時はキュービック、モックアップの作成ならライトニングか直線的が有効なのだ。最後に立方、キュービックのバリエーションを紹介するのだ。真ん中は普通の立方。均等に細かめのインフィルが入っているのだ。左はサポートキュービック。上部は細かくトップソリッドを支え、下部は空間が広めになっていて、フィラメントの使用量を削減できるのだ。右はアダプティブキュービック。サポートキュービックに似ているけど下部が広いというわけではなく周りの形状によって隙間の大きさが変わるのだ。インフィルの充填量はどれも 15% だけど上部は普通のキュービックが一番細かいのだ。このようにキュービックにはパターンがあり強度も出せるので一度試してみてほしいのだ。この動画が参考になった場合は高評価、チャンネル登録よろしくなのだ。